は速筋のメニューをご紹介していきたいと思います。こちらも初級、中級、上級用意したので皆さんもぜひやってみてください。初級編からやっていきます。まずは肘を立てて体を横向きにして、この状態でキープをします。このキープの時間は、ご自身で設定してみてください。そしてもしこの状態が楽だなと感じるようであれば、少し体を上下するようにしながら、設定時間を達成できるように頑張ってみてください。